日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。いやー、月日が経つのって本当に早いですね。自分が34歳になってからもう10日経っちゃいましたよ。ちゃんと動画を予定日上げてられてればの話ですけどね。で、今日11月11日は、超ロングセラーお菓子の誕生日というふうに、誕生日かどうかわかりませんけど、〇〇の日と言われていますが、あなたは何のお菓子かわかりますか？正解は、じゃん！プリッツとポッキーの日です。というわけで、今日はポッキー3つ、プリッツ3つ、3種食べたいと思います。まず、ポッキーの代表選手はいずれも期間限定、濃い水溜り抹茶、ココア仕立て、黄金バター仕立て。プリッツは、超カリカリ、ハーブ香る香草チキン味、ホタテ醤油味、クリスピーピザ味。なんか、ポッキーはもう明らかにスイーツなんですけど、プリッツは、なんだろうな、こう、主食ぽい味ですね。では、その主食の、ハーブか俺、香草チキンから気になりますね。なんか裏面にこういうクイズとか書いてあるんですけど、なんなのかな。では、早速、食べていきたいと思います。はい、お顔出してね。遅い。なんか羨ましいかも。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。この、パリパリという音、そして周囲をコーティングするチョコレート、味は違えどいつまで経っても変わらないものもありますね。もちろん悪い意味じゃないですよ。さて、もっとパリ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 といっぱい楽しませてほしいな。いや、パリパリっていうかカリカリか。そしてポキポキ、いろいろ表現方法はあると思いますけど、あなたは何味のポッキーやプリッツを食べてみたいですか？また何かお気に入りの味ありますか？もしあるのであれば、ぜひ自分日常演舞に教えてほしいです。今日食べたポッキーとプリッツの詳しい味は、この後すぐレビューしていきますね。それでは、ごちそうさまでした。まず、プリッツ3種についてなのですが、いずれも超カリカリというだけあって、本当に口の中でカリカリと、今まで食べてきたプリッツよりも明らかに細い分音が目立っていましたね。細いの羨ましい。だったらそんなに食うなって突っ込まれそうですけど。なので、食感を楽しみたいのであれば、まずプリッツとポッキーを比較した場合に、プリッツの方がおすすめです。で、それぞれの味なんですけど、まず、ハーブ香る香味チキン味は結構ハーブの香りが強く感じられました。一方で、ホタテ醤油味は醤油ということもあってか、割とあっさりしていました。で、あっさりとは対照的にクリスピーピザ味は濃厚なチーズの旨味が噛んだ瞬間に広がっていました。いずれも塩気が強いので、なんか食後の締めに食べるよりは、なんかカラオケとかで盛り上がりながら途中でパクパク食べていく方が向いているかもしれません。で、一方のポッキーはちょっと中の量が少ない分、しっかりコーティングされていて、噛んだ瞬間にチョコレートの甘さ、それぞれの味が広がって、まず抹茶は本当に抹茶が濃厚で、まるで飲んでいるかのような味わいがあります。同じ飲み物でもココアは優しい口どけで心まで癒してくれるような味わいがあり、最後に食べた黄金バター仕立てはキャラメルなんですよね。キャラメルなんですけど、ちょっと甘いだけじゃなくて、バターのコクもあって、なんか焦がしまだ練り込まれてるんですけど、書かれてますが、そこまでバターの香りはしなくて、むしろキャラメルの味の方が強かったので、甘いのがお好きなのであれば、ぜひ食べてほしい。で、今回食べた中だと、こちらの、香味チキン味と塩キャラメル、冬のきらめき塩キャラメルが、それぞれ3種類の中に5つの中でも特に味が強くておすすめだったので、あなたにもぜひ食べてほしいです。今回両者どちらも5点とさせていただきます。ポッキー&プリッツの日。で、これ買いに行った時にまだまだ自分の知らないプリッツやポッキーを見つけたので、また後日食べたいと思います。これ以上食べるとさすがに胃が、年食ったかな。もう34だしね。というわけで、本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。